おはよう。あのさ、ホラーゲームって僕あんま得意じゃないよ。いや、嘘、今の冗談だわ。ということで今回は人間レンジっていうホラーゲームをやっていきたいと思います。どうやらこれホラーゲームっぽい。びっくりした。ふと目を覚ますと見知らぬ場所にいた。学校だけど見覚えがない。ミカ、あれここは？君はレンジを知っているかい？ミカ、それはどういうこと？君はレンジを覚えているか？君は思い出さなければならない。絶対に君は、声はもう聞こえない。なんかピクシブのエロ小説にこんなんあったな。動いてみるしかないか。操作説明。主人公を移動させて話を聞いたり、探索したりすることで物語が進んでいきます。周囲が熱くなるため、主人公は一度動ける時間が決まっています。熱くなるの？タイムアップとなる前に左にあるような安全地帯で休んでください。なお、休むたびに制限時間は減っていきます。このメッセージ後にスタートになる。OK？ 行ってみるわ。だんだん熱くなるってどういう感じなんだろう。待って、こっち側行ってみるわ。そこはゴールデンレトリーバーでしょう。千葉は最高。いや、犬は無理だな。ごめん。僕犬は嫌い。レンジ？猫レンジって都市伝説は聞いたことあるぜ。猫レンジってわからん。僕、レンジで知ってんのは柑橘類だね。オレンジっていうだろ。足が痛いのを昨日捻挫しちゃって。今年の自殺率知ってるか？やべえぜ、あれは。そんなに多いの？寒い。持ってきたココアが冷たくなっちゃったし、学校にも電子レンジ置けばいいのにね。いつもどうやって飲んでるのって？そりゃ、マグカップに入れて陶器のやつね。当たり前だけど。そういえば、このカビも陶器か、電子レンジがあったらここにココアを入れて、ごくり。いやいや、それはないわ。どういうこと？この世界には電子レンジがないということ？主人公の子さ、メイド服着た男の子に見えるんだけど、気のせい。すごい可愛いな。あなたは誰？そうか。あ、君、た、何？赤い。赤、あたたたかい。あー、たたたたたたたかかかかかかかがいい。どうしたんだいきなり、大声出して。どうした？何今の？機体の一部が転がっている。ミカ、これは夢なの？夢、だよね。血だまりだ。どういうこと？細かくちぎれた段ボールが捨ててある。これは陶器を手に入れた。お、よかった。なんか陶器当たり判定おかしくないか？植木鉢があるな。育成中という札が下げられている。かなり古い掃除用ブラシだ。モップは新品のようである。待って、名もなき女の子が破裂したぞ。どういうことだ？あと制限時間が結構減ってるな。こっちは何ですか？あなたまでここに。私、また様子が変。私が悪かったです。ごめんなさい。待って、めっちゃ、てか、メッセージ読んでる時ぐらい制限時間止めといてよ。機体の一部が転がっている。何が起こってんの？制限時間あと10秒ちょっとしかないですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫？君までここに、やめて、もしかしてあれかな？隣の部屋とか行ったら明らかに時間足りないでしょ？生徒たちの話を聞いたりとかさ、あと、破裂する女の子をいちいち見たりするのって。で、手に入るアイテムが決まってるっぽいんよ。これじゃなくて、この、陶器？花瓶？花瓶手に入れれなかったっけ？さっきなんか手に入れれたはずなんだけどさ。で、こっち側行ってみるわ。あ、こっちかな？あ、これもなんか手に入れられない。さっきまで手に入れられてたやつが手に入れられなくなってたね。手に入れられるっていうさ、発言、なんか、言い方がすごい、手に入れられるって滑舌が悪くなりそう。手に入れられるだって。あ、今の見た教室のさ、右端にさ、休憩地点あったよね。あ、これ。これで、熱を冷ますのか。これもなんもなさそうだね。とりあえずこのまますぐ行ってみるか。時間は2分ちょっとあるんでしょ？ 2分ちょっとあるってことは、まあ、そのまままっすぐ行った方が時間的には。扉は開かない。嘘、待ってよ。なんか集めるってこと？これで揃った。冷たい。みんなを私に見せる。体が凍る。その意味は？溶かして。俺を溶かして。そもそも私は。悲しいとも思えない。悔しいとも思えない。だって私は。ごめん、教室飛ばしちゃったせいで話が終えてないわ。もう一回最初から行くね。このまままっすぐ行っちゃってさ、今のって口調的にさ、教室をさ、一個一個奥から順番に見てったこと前提の話し方じゃん。今のって明らかに。全部のアイテムを集めて、で、人全部破裂して、ほら、それを見てきたこと前提の会話の仕方じゃない？今のって。あと、どうやってアイテムを集めるんですか？陶器。あ、今のこと会話をしたら、ここで陶器を手に入れられるってこと？これめちゃめちゃなんかむずくないですか？もう制限時間40秒しかないけど大丈夫？じゃ、この子もまた破裂させるか。いいよね、なんか。パーンって破裂する感じが。おぉ。金属ね、よくわからんけど、どっかやバケツなのかな。で、バケツか。ほら。じゃあ次別のところ行って、今みたいな感じでどんどんアイテムを集めると。で、集めたアイテムを使って、何かやんだよな。君までここに、やめて。もしかして、痛い、やめて。切る、切られる、切ら。痛い、やめろよ。ちょっと待てよー。待て。じゃあ待て。制限時間以内にとりあえずクリアするわ。とりあえず、早く待って、そもそもさ、人を倒す必要ってあんのかな？女の子に話しかければ、アイテムって手に入るのかもしんないな。寒い。そう、こいつだ、こいつ。で、花瓶を手に入れられるわけだ。ほら、手に入れた。で、あえて、破裂しそうな女の子には触れないでおくわ。破裂しそうな女の子ってすごいいいよな。言い方がすごい性的。先にこいつじゃ壊すしかないか。人の肉片は徴収して。で、そっか、人を一回殺さないとこれ、いちいちいけないのね。あと、ロッカーにもなんか金属あるって言ってなかった？ロッカー探してみよう。ロッカーには何もないのね。わかった。じゃあ、もう一個行ってみるわ。もう一個の方で、さらに何かがあるかもしれないから、そっち側に行ってみるね。ゴッドコータンはとても、ここら辺、勘が鋭い。で、とりあえず、美術室、理科室のこの子を、待って、これ内蔵のドアップ画面だったってこと？知らなきゃよかったぜ。ノートも取れねえ。レンチの仕組み、それは黒板し、また黒板に難しい説明が残っていやがる。ってことは黒板。あれで、あるからして、マイクロ波がうんぬんかんぬんで、マイクロウェーブを手に入れた。マイクロウェーブってなんか髪の毛のセットの仕方みたいだよな。マイクロウェーブだって。あと、生存時間的に大丈夫？なんか熱くなる的なこと言ってたよな。この中入ったら確か、残り12分、残り9分。周囲が暖かくなっている気がする。さ、もしかして冷たいところ？日陰の部分に行ったら、制限時間は伸びるけど、周りが熱くなるってこと？また死んだ。ここは多分心臓かな？料理を手に入れた。よし。冷たい。私になんとかかんとか、それともうんぬんかんぬん。なんかこれだけさ、内臓じゃないのがちょっと薄気味悪いわよね。まだ時間はあるけど、アイスをゴミに行く。わかった。じゃあ、最後にアイスを手に入れるわけだな。右下にさ、カバンみたいのがあんだよね。アイスがある。解凍を手に入れた。これあれじゃない？電子レンジのなんか要素じゃない？マイクロ波とかさ、電子レンジ、解凍とかさ、なんか、概念じゃん。ものじゃなくてさ。それがプラスチックとか金属とかならまだしも、金属は手に入れてたか。じゃあ行きます。嘘開かないの？なんで開かないの？僕なんか取り忘れたものとかあったっけ？ちょっと待ってよ。どうやって、誰か、助けてる。どうやってやんのこっち。雨降ってんの外は雨なのあの光が嫌だって言うのよ。先生で甘い好きなんだって変なもの言ったら、なぜも手に入れた。あ、これでいけるか、なんだ、アイテムって一つの教室にさ、一つしかないものだって勝手に勘違いしてたけど、それはただの、あれだよな、思い込みつうか。開かない、嘘待って。ってことは他の部屋にも複数個あるってこと？そんなん聞いてないよ。もう最悪。どうやって行こう。あ、こん中入ろ。よし。残り9分、残り6個。だんだん熱くなってるってことは、この子たち熱されてちゃ出てない。どうしよう。まだ爆発があんのか。オーケー。要素。振動。わかんないよ、そんな。なくなってってよ。あ僕、水分。よし。水分手に入れたんだったらまだある。これでアイテム全部じゃないか？これで、最後のアイテムを集めることができたはずだ。これで、扉開くはず。これで扉開かなかったら。なんで開かないの？なんで開かないの？一つの部屋に何個あるの？多くない要素が一つの部屋にさ、詰め込みすぎじゃない？ 15 分ぐらいで終わるって言ったよな、お前な。同じ釣りに支え、釣りに何か関係あるものがあるはずだ。釣りに何か関係のあるもの。ここら辺とかまだ調べてないよな。大仏殿で、とりあえず。あら？終わるか。多分、中がでっかい電子レンジだったってオチじゃない？知らんけど。これさ、編集中に気づいたんだけどさ、あの子を集めてたのってさ、電子レンジに対して危険なものとかじゃない？鉄とか卵とか水とかさ、電子レンジの中入れたらさ、危ないって言うでしょ？あと振動とかもさ、レンジでチンしてる時にガタガタっつったら危ないじゃん。そういうことじゃない？多分。って、編集中の僕は気づいた。じゃあ、おつ。